そのままで。はい。あ、どうもお待たせしました。庄司ブルースバンドです。よろしくお願いします。今日はね、あのお客さん要件読んだんですけどね、まあ要件来てくれてはる方ですけど、ちょうどあの何だっけ、三代目のなんとかパラダス、があの大阪でやるで、そっちにだいぶ取られまして、ほんまやったらね、これもう満杯にできたんですけど、なあっちには負けました。ちょっとね、まああいつらも頑張ってます。頑張ってます。で、その前にね、あのミスチルのコンサートとかぶった時があってね、その時も取られましたわよ、結果こうね。桜井もよく頑張ってます。なんやかとお手品で俺。60年ぐらいお手品しね。ほな、ぼちぼち行きましょうか。緊張は解けましたですか。緊張してんか。じゃあ、いきなりハードルの高いケニー・バレルの曲からいきます。OK、GO!Hell, I'm holding my hands. Now I see.
sorry. Whatever comes in your pain, it's all to appreciation. Come on!
メンバー紹介も兼ねながら、サンバで色見えたらいきます。
ブルースの歌詞いうのは大体まあしみたる感が多いってね、多くてね、さっきの曲はプリエッセンエイじゃないわ、ロミアダイム、サンバでロミアダイム、誰か10円貸してくれ、別れた女に電話、逃げた女に電話したいから10円貸してくれって言うんです。今日10円でね。で、次の曲がね、Please send me someone to love、これはね、世界に平和が訪れますようにっていうような歌い出しから始まるんですけど、まあ、最後はあの私に愛する人をくださいと、こんな歌ですね。Please send me someone to love。Thank you.
さあ、ここで特別なのでは素敵なゲストをお招きしております。さあ、ふくとみ、いや、何年ぐらいのお付き合いですか？2年ぐらい。2年ぐらいかな。2年ぐらいのお付き合い。結婚を前提にしてお付き合いしてるんですか？今はまだ費用に関係ない。まだ今は、ね、プラトニックな関係ですね。今言うときますわ。全部嘘ですか？一応言うときますわ。はい、ご用意の場で行きましょうか。はい、お客様。あ、すま
どうぞ、お願いします。メンバー紹介したらお客さん紹介しようかなったけど、それはやめといた方がいいって言われたんで、やめときますわね。もう、ちょうど曲切れ目やから、オーダーしてくれはったら、どうですよ。お飲み物は？お飲み物僕が言いますわ。バーボンのソーダ割りを。マスター、バーボンのソーダ割り、こちらのダディに。銘柄はよろしいですか？ジャックをお願いします。はい。なかなか通ですね。本人はバンドマンです。バンドマン。本人はなんかこう妙な緊張感があるの。ねえ、チェック、どれか聞きに来てるよりもチェックしに来てる感じだね。じゃあ行きましょうか。じゃあスタート。Yeah!
やり込んで次で最後になります。ああ嬉しいな。もうそれが出にかった。やれやれ言われたらね。ああよかった言われたらかなりね。よかったわ。大丈夫？あのうちの子に声かけておけや。大事な子やのに、恥ずかしいのに。そしたらチキンシャックいきます。やってみよう。Thank you.
ありがとうございました。